走らしてきてんねんけど、うん、1個も当たってない。全然違う。うん、でとりあえず今向かってるところは、まあ、お昼ご飯なんですけどカニです。え、カニって嬉しい。え、マジでカニ食べたかって。リコなあ、ずっと言ってたもんな。カニ小屋なんですよ。カニ小屋、あのカキ行ったやん、うん、あ、そんな感じのカニバージョンやと思ってもらったら、去年のさ、あの誕生日めっちゃ楽しかったやろ。それ超えたいと思います。無理やね、無理無理。いやいやいや、俺はもう毎年更新していきたいから、前と違うのはゆっくりできると思う、ほんまに。あ、のんびり旅。のんびり旅。いいね。そう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 。もうプレゼントもね。そう、去年より想像できへん。いや、もう俺はもう半年前から決まってたから。なんでって、キモすぎる。それはキモい。今日一日、リコは何も考えず楽しんでくれたらなと思います。何も考えてない。え、大丈夫、あのカニ小屋、カニ小屋ちゃん、カニ小屋空いてる、空いてる、空いてる、それは大丈夫、ちゃんとそれは調べてる。あ、よかったよかった。去年と同じ過ちは犯しません。大丈夫です。あれかな、あれ可愛らしかった。え、楽しみ。お願いします。今日は楽しんでいきましょう。はい、レッツーバスが悪い。着いた頃には夜です。夜ですね。あの終わりです。ここで全部プレゼントを渡します。カニ食べる頃にはもう帰らなあかん。帰らなあかん。食べ放題やと思ってたらさ、食べ放題じゃないらしくて、なんか一匹のカニを食べるみたいな。そう、本気のやつです。めっちゃ嬉しい。いっぱい食べような。食べる。達也が夏まで食べる。今日は飲んじゃって飲んじゃって、おめでとう。ありがとうね。これは一応カニ味噌なんですけど、あの身が多すぎてカニ味噌が見えない。ハナキンガプレー。はい、はい、とっても美味しかったですね。美味しかったですね。ありがとうございます。ごちそうさまです。楽しい。どこ行くんですか次は。もう島根県やねんな。あ、そうやね。さっき聞いちゃったんです。そう、今日は島根県に来てまして、はい、今日温泉旅館です。え、そう、温泉旅館なんですよ。え、どんなん、どういうこと、温泉旅館って何、おん、どういうこと。とりあえず旅館でゆっくりしたいから、今日は、ほんまに。もう絶対旅館やとは思ってたけどさ。そう、もうずっと言ってたや。楽しそうですね。楽しみ。もう本当にね、この日を機会にして生きてるから。いや、この日終わっても頑張って生きろよ。この日を生きがいにしてるってことは、1年これで頑張るってことじゃん。え、どれ、これや。え、ここや。どれ、あ、え、すごい、頭下げてるよ。着きました。イニシエの宿、なんて書いてあるのかわかんないですね。もうマジさ、今日この人誰いねんけど。おい、あれ絶対達也のクローンやねん。達也ちゃうねん絶対。浴衣発見。かわいい。どれにしよう。はい、離れです。すごい、あっちにもう部屋はあるの。え、普通の部屋はあるよ。離れは2部屋しかない。え、そう、達也も見た。見た見た、俺は。え、完成。え、全然、どうしよう。え、
気を開けて。これトイレ。あ、やばい。え、お風呂やんね。部屋食です今日。いやー、ほんまにちょっと期待してみてください。やばいやろ源泉かけ流しの温泉です。やば、露天です。これでかえ、これ何？日本酒です。飲んでいいやつです、これも。やば、ありがとう。え、もう絶対なんかもう本当にこんなとこ来たの初めてなんですよ、私。じゃあ、ほんでなりこ、あそこ露天風呂あったやん、他のところに貸切風呂5つあります。ありがとうございます、本当に。はい、じゃあちょっと俺聞いてきたこと全部説明しますね。はい、お願いします。はい、夕食6時間ね。うん、朝食はあのレストランの方に行かなかったから、朝7時から、うんうんうん、チェックアウト12時です。12時レイトチェックアウトなんでゆっくりして。12時最高や。最高で、リコが好きそうなアイスキャンデーとかも売ってんの。あの、食べれます、無料で。無料で乳酸菌飲料とかも。すごくない？なんか、ほんで夜の10時から11時これ絶対行こう、夜泣きそば。これも無料なの？無料。え、ラーメン、醤油ラーメン。え、もう食べれんの？そう、やからご飯食べて6時に、うんうん、ほんでそこからまあゆっくり温泉入ったりいろいろして、うん、でまたこの10時か11時に、え、すごい、ラーメン食べに行こう。締めのラーメン、締めのラーメン。ありいいでしょ。え、じゃあ今から、今何時？今4時。5時くらいに戻ってきて浴衣着替えたりして、やな、ちょっと使ってもいいしな。せやな、浴衣着てご飯食べて。せやな、あー、ありあー、そうしよう。そう、あ、じゃあもう今すぐ行きましょう。会議早っ、会議終わった。おい、解散。あ、可愛い。いいよね、彼氏のこといいよね。うわー、いいやんか、もうつけてもらってんな。はい、そう、たっちゃんが買ってくれためっちゃいいやんか。あ、マジか、絶対、え、お前、浴衣着？浴衣着は、浴衣着替えます。姫。うーわ、どうですか？マジで似合ってる。マジでかんざし買ってよかったな。かわいい、かんざし、めっちゃ完璧やん。似合うやろ。似合うわ。どう？おっさんちゃう、なんか。ほんまにこれでいい、リコ。楽しい。楽しい。ご飯やろ。ご飯です、とりあえず。いいよ、めっちゃ似合ってんねん。ま、全然おっさんじゃない。よかった。来ました。やばい。あ、今日もフリードリンクなんで、ガンガンいっちゃってください。皆さん、朝日です。これ朝日じゃね。え、入れたかった。次入れてじゃん。うん、あの、かんざし買ったところでさ、うん、あのスタッフの人がさ、うんうん、そこご飯ほんまに美味しいんですって言って、言ってはったな、聞こえてた。俺めっちゃ楽しみにしとって、ちょっと後で選ぶや、これ選ばなあかんやつ。あ、そうや、なんかな、選べんねんな。では、いただきます。なんやろ、なんやろな、これ何柱、貝柱や。ね、すごい、なんでわかんの。いや、そうなんかなと思って。美味しい。うん、和食やからリコ絶対好きやな思って。え、メニューも知ってたん、大体は。まあ、大体は見た。うん、ほんまに似合ってる、ほんまに綺麗、美しい、ほんま綺麗わ。なんか大人だったなってでも思うわ、なんかもっと汚かったよ。出会った時あれはあれでさ、若くてさ、よかったっけ。よかったけどな、お互い汚かったもん。似合わへん。まだ始まったとこですよ、パーティーは。いや、やばい、何があんの、マジで今日は。え、しかもさ、お風呂、お風呂絶対入ろう。一生の思い出やな、こんな。いや、ほんまに思い出に絶対毎年残してあげたいし。レベルアップしすぎやん。いや10年後くらいは城買ってくれる。お品書きにございますメニューを。あ、忘れてた。すぐ決めます。このさ、部屋食さ、うん、1日2組
まあみんなレストランで食べんねんけど、ここの離れの人はお部屋。やば、スーパービップやん。これは何？あ、え、食べ方わからへん。なんかまずだしを楽しむみたいな。あとから、うん、やるって言ってはったよな、うん。とりあえずそこにだし入れて飲んでみ。これはここに置いとく。うん、まっ。めっちゃ美味しい。めっちゃうまい。うん。みんな美味しい。ハグ。どちらなん？そっちやってる。いらんって。いらんの。嘘。違う。もう分からんねん、マジで。ここが飲み終わったら日本食。うん。本日料理長から、のどぐろの煮付けとズワイガニですね、うん、がご提供ございまして、そちらどちらのタイミングでご提供いたしましょうか。どのタイミングでも。料理長のタイミングで。はい、かしこまりました。はい、やばいわこれ。美味しい。味忘れんともう寝るわ。料理長からののどぐろの煮付けでございます。料理長から？カニとのどぐろの煮付けいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。幸福度高低いよな。料理長に美味しかったって言ってください。はい、ありがとうございます。あ、最高ですね。めっちゃ飲むやん。めっちゃ飲むやん。めっちゃ美味しい。じゃあ、ザッチャーも取っときたいねんけど。なんでなん？バリいい顔してんねん。ずっと。いや、リコにしか見せたくない。ウィンクされます。じゃあもう、こっからはね、二人の時間をね、うん、そうだね、過ごしていきましょうか。じゃあもう次映るときはもう、腹パンパンで動かれへん二人やと思います。じゃあ、楽しみます。大丈夫ですか？気持ちこのベッド気持ちいいや。気持ちいい。うわ、上やば。寝んの楽しみ。一緒のベッドで寝ような。さっとさ、露天風呂だけ一緒に入る。そうやな、お風呂入ってちょっとゆっくりして貸し切りも行きたい。そう、貸し切り風呂5つあるから。そう、それも目黒。そう、それも行きたいね。何も出てこへんで、そんな言ったところで。出てくるやろ。ないよないよ。そんなんないで、マジでもう。寒い。もうええね。もうここでええんちゃう？貸し切り風呂行かんでええやん。いや、もう2巻で見れるで。行くやろ。今から何するの？お前らってだから。今、うん、一番欲しいもんなに。何でももらえるってなったら、あ、じゃあこれ欲しい。現実味のあるもんでな。うわー、欲しとかじゃなくて。なんやろな、アクセサリーかな。あー、アクセサリーか。何？いやー、うるさい、うるさい。どうでしたか、温泉は。マジ最高。最高でした。あ、それぐらいで。ではでは、チコーコ、チコーコ。失礼いたします。失礼いたします。美味しい。めっちゃいいやん。見えてない。最近目悪すぎてさ。え、俺も見えてへん。いや、雰囲気やん、あれ。あ、雰囲気。雰囲気で多分ええやろなと思って。じゃあ、動画終わっていこうか。どうしたんですか？ここ鳴らした今。肩か、肘やん。じゃあ、やっていこうか、今年も。やられたらやり返す。宝探し。これあれの恒例行事。恒例行事です。難易度高めです、今回。2個隠してます。だから1つはまあ簡単かもしれないけど、もう一つは難しいと思うから、いろいろ考えて、うん。けど、難しいからこそ、素晴らしいプレゼントが待ってます。あ、痛い！もう言ってた。はい。意気込みを。
スタート。そんな余裕ないぞ。ちょっと待って、笑い分かってんな。ガチでノーカットでいけるやん。ああ、かわいい。ありがとう。ああ、嬉しい。この子無事に持って帰れるかな。嫁見つけちゃった。いやいや、まあまあ、よかった。尺的にはすごいよ。だって次がまだ難しいから。柱の上とか登らなあかんかもしれない。これを抱きしめながら探して、はい、行こうか。あ、やっぱ似合うわ、リコク。それ置いといた方が探しやすいんちゃう。大変や、これが。大きさも分からへんからさ、ほんまむずいねんな、これ。ちょっと待って、ほんまに能力者なんかのすごくない？はい、や、天才おんねんけど。やったぞー、いっぱい部屋あるのに。よかったね。じゃあ開けよっか、一緒に。はい、持っていこう。ここで開けていい？あ、開けよう。ちょっと、どうしたらいい？開けていい？いいよ、開けちゃって。ありがとう、お花。まずこんなに綺麗なお花いただきました。でも、ちょっとうるうるしてんの。なんでうるうるしてんの？まだ？ちょ、もうな、涙腺ゆるすぎんねんやん、最近。いや、ほんまにリコにあげたいと思ってたから、ちゃんとつけてほしい、俺は。つけてほしい、うん、身につけてほしい、うん、アクセサリー開けて、とりあえず。ええ、ちょっと待って、カルティエの、え、何、え、何、マジでほんまに想像してなかった。え、何。すごい、ハリーポッターみたいな。ハリーポッターの俺がこうってやってガーってやってるから、それ。いや、もうほんまもう適当でいいよ。じゃあ、外国人スタイルで、うん、いくわ。うーわやねんけど。ちょっと待って、うーわ来ました、カルティエ。何、え、ちょっと見て、これ可愛い箱出てきた。明日まで寝かしとくから。一緒に寝て、この子とこうやって。やばー。マジで可愛い。ゆりこずっと欲しいって言ってたやん。ずっと悩んでる。けどな、サイズがどうかは分からへんねんけど、一応ピンキーリングで用意してる。待って、ちょっと待って、どうしたらいいかな。もうちょっとつけたいから、つけるわ。それな、めっちゃ可愛い。これもう裏と思って両方使えて、うまよ。好きなタイミングで場所やっていくとかで。可愛い。ちょっと待って、俺がつける。ちょっと待って、早くことどうしよう。ちょっと待って、あー、怖い、それも。なんか、ぴったりやん。ぴったり、ぴったり。かわいい。え、ありがとう。え、なんでピンキーリングでした。まあ、プロポーズはさ、まあ、改めてしたい、あげたいブランドとかも俺はあって。だけど、猫はさ、出会ってすぐになんかカルティエの指輪を好きな人からもらいたいみたいな。あ、言ってた。それは婚約指輪で欲しいって多分言ってたと思うけど、うん、それはちょっとなんかカルティエあげられへんと思ったから、うん、その前に違う形でプレゼントしてあげようっていうあれです。で、本当はそれほんまに何、婚約指輪とかでも使われてる指輪やねんけど、そう、ピンキーリングっていうのがなくて、カルティエには。だからそのサイズを、あ、そうそうそう、試作して。いや、マジそう言うと思ってんけど、つけてちゃんと。俺がリコにこれを渡す理由は、まあ、婚約指輪とかプロポーズするまでのチケットやと思ってて。ロマンチストロマンチストなんですよ、うちのカタリーも。
緊張しそう。ち緊張した。俺あんなの行ったことないからさ。初めてこんなんもらった。ありがとう。こんなんもらっていいんですか。いやもうほんまつけて絶対似合うと思ってリコ。大人やからなリコも。見てくれました。私のカルティエ、カルティエちゃん。メッセージ入れねって、これをね。そうなの。そう、それをリコと一緒に掘りに行きたくて。どうしよう。だから手に持ってって入れて、それまでが誕生日やから。で、リコだけのものになれろ。それでメッセージ入れて、明日行こう。嬉しい。手紙読んでもらっていいかな。あれ。ほんまに想像しなかったんですけど。うわ、かわいい。肝だけはつけて寝ようかな。そう、全部叶えたいから。もうほんまに嬉しい。なんかもう表現できへん。いやマジ似合ってる。ほんまにもう嬉しい。俺も達也ってさ、リコに似合うもん選んでくれるのめちゃくちゃうまいよな。これな、多分などんな服にでも合うからさ。なるよな、うん、だって邪魔せえへんもんな、華奢やし。綺麗なさドレスとか着てさ、美味しいもの食べに行ったりとかさ、うん、そういうなんか大人デートみたいなのしようや。していこうっていう意味も込めてるから。それにやとこんな関係になるなんてまず思ってなかった。リコは出会った時はだからすごいなって思うわ。縁とかじゃあリコらはほんまに縁がすごいんやと思うね。すべてにおいて相撲大社よりすごいだ。相撲大社宝物やわ。今日はリコが楽しんでくれたらいいって思って一日やから。一応誕生日やな。リコまあ明日やから、リコが行きたいとこしたいことをして過ごそう一日。ここからはまあもう食べたり、ほんまや、二人でいろいろ喋りながら飲み明かして。めっちゃ喋りたい、めっちゃ喋ろう。終わろっか、動画をな。終わろっか、うん、弱っ。写真載せますわ。ありがとう、たっちゃん。どうでしたか、よかったですか。大人になったなっていうのを感じた誕生日やったかな、うん、しっかりしてね、25歳。地に足つけて楽しく笑顔に満ちあふれた一年をね、いなと思います。またたっちゃんとね、仲良くいろいろあると思いますが、一日一日大切に、悔いのないように生きていきたいなと思います。本当にありがとう。終わろっか。みんなも見てくれてありがとうございました。でたくさんこのコメントとかにも DM とかにもね、もう今すでに届いてるんですけれども、もういつもね、みんなには返しきれてないんですけど、本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。来年の誕生日はもう決まってます。じゃあもういつも早い。じゃあ来年も楽しみに行きたいと思います、はい、頑張っていきましょう。じゃあ楽しんできます。